Peggy 18. ゲーマーの皆さん、バルハラゲームスタジオの板垣智六です。ようやくデビルズサードのですね、発売日が8月の4日に決まりました。やっと皆さんに遊んでいただくことができます。また私もやっと皆さんと一緒にこのゲームを遊ぶことができます。任天堂さんとずっと長い間けんけんがくがく、お互いのですね、思いだとかナレッジだとか、そういうものを融合させてこう作ってきたんですけれども、お互いね、ここまで来たらもっとやろうよと、もう本気でもう全部作り切っちゃおうよという形でですね、ここまで来ました。今日私の口からお伝えしてしたいことは、まずここまで待っていただいてありがとう、これがまず第一です。だから僕はシューターをただ作っても面白くないんで、とは言ってもちゃんとシューターの文法というものは踏まえないと、シューティングファンの方にやっていただくことはできないです。ですから基本的には全部アッパーコンパチブルです。現在のシューターが備えているプレイアビリティというものは全部持ってます。でそこに私がこれまで作ってきたメレーコンバット、要するに素手のぶん殴り合いですね、といったような、ものをマージというよりも上乗せしてるわけですね。でそういった遊びですね、ゲームメカニズムになってます。あともう一つ大事にしたことがあって、それは遊びとはいえある程度のリアリティっていうのは僕は必要だといつも思ってるんですね。このデビルズサードの世界というのは人工衛星ですね、全部破壊されてしまったと。でかつ、その時に核爆発が起きて、EMP と言いますけど、電磁パルスによって電子に依存している兵器、そういったコンピューターが全て破壊された。こういう状況になるとどうなるか、遠隔攻撃ですとか、そういうまあもうちょっと縮めてもアウトレンジ攻撃ですね、そういうものが一切できなくなるからこそ、兵士と兵士のクロスコンバット、要するに1940年代に戻ったわけですよ。ソロプレイですね、シングルプレイについて話します。主人公はね、アイバン・ザ・テリブル、彼は日本からある国にですね落ち延びた、その男に訓練されたテロリストだったんですよ。でその落ち延びた男というのは忍者だったんですね。その忍術を、世界中から、集めてきた子供に教え、また現代戦闘術ですねといったものも教え、最強のテロリスト集団を作り上げたわけです。彼は、その組織のですね存在意義、要するに教えですよ、に対して疑問を抱く大事件が起きたわけです。結果彼は NATO に降伏するわけです。現在はアメリカで監獄に入っていると。でその彼がテロリスト集団のことをよく知ってるわけですから、彼らと戦うために彼が監獄から出されて、でまたかつてのそのカルマですね、業ですよ、消すことはできないです結局ね、業っていうのはね、そのカルマに応じて彼は戦うわけです。ぜひ感動的なねエンディングを用意してますから、そこまでですねクリアしてください。
オンラインマルチプレイヤーがどういう風になってるのかっていうのを気になさってる方とってもたくさんねいらっしゃると思います。このゲームのですねオンラインマルチプレイヤーっていうのは残念ながら、旧テロリストですね、彼らが勝ってしまった、アイバンが負けてしまった後を描いてます。で彼らはその結果アメリカを占領した。で皆さんはそこで一人の市民としてアメリカを取り戻すために立ち上がる。でやがて軍に、つまりクランですね、所属してそれを取り戻していく、まあ、こういう大筋のシナリオです。ただね、どこでもそうだけど軍と軍って仲悪いんですよ。だから軍と軍の間の戦争も始まるわけです。要するにそれはプレイヤーとプレイヤーっていうことですよね。だからそこにねリアルなねクロスコンバット、近距離戦闘が起きるわけです。でまたこのゲームの特色はですね、他の軍と幹部とですね交渉して軍事同盟を結んだりとか、まあそういった外交要素ですね。戦うだけの軍ってバカですからね、戦わずして勝つのがこれ兵法の基本であって、だからそこには裏切りもあれば出し抜きもあるでしょうし、まあそういったその外交的要素も含めながら、軍人としてあるいは幹部としてやっていくということですね。利害関係とかね外交とかめんどくさいよと、僕は打ち合いがしたいんだよという人はそれは傭兵として遊んでいただければ、今まで通りのですねシューターとして遊ぶことができます。ここがアッパーコンパチブル、今までのシューターでできたことは何でもできますよと言ったことの証明です。ポイントとしてね、ここからあと一つだけお伝えしておきたいのは、ゲーマーの皆さんは砦、要塞ですね、これをみんなもらえます。その砦を強くしてあげればこれカスタマイズできますから、それは頑張って戦闘の報酬をね稼いで一生懸命強くしてください。でそれを使って、戦争が行われますから。人間の欲望っていうのはこれは創造と破壊ですよな。一生懸命作ったその砦がですね爆撃されて廃墟になっちゃうんですね。そうすると悔しいでしょ。そしたらやり返してください。であとはあれですよね、そういうふうにガチな戦いだけでもないんですよ。やっぱりね対人戦の何が面白いかって言ったらそれは読み合いですよね、あるいは差し合いですよね。だからそこではもうスパイ行為もゲーム性としてね認めてます。ある軍にね、スパイとして入ってでその情報を人に売ってもいいわけですよ。要するに現実に行われていることをね全部ゲームの中に閉じ込めたっていうことです。でまたそれにもね疲れたらねたまにはねニワトリを追っかけてみたりとか、まあ、玉入れもあるか、まあ、そういう僕的に言えばお遊びですな、そういうもので気を抜いていただいても構わない。これね本当面白いんでぜひ楽しんでください。今日はね改めてお話しますけれども、やっとねこういう話を皆さんにできるのが本当に嬉しいです。ずっともうちょっと待ってもうちょっと待ってって言ってきたのは辛かったです。でそれはもう皆さんも僕の100億倍辛かったと思うんだけども本当に嬉しい。ありがとうございます。